通院。中学時代、ご主人は今年受験生というものだそうですね。らしいな。受験生とはゲームや漫画などいらないものを封印しなければならないと聞きました。ここは心を鬼にすべきです。余計な知識を。もう部屋に不必要なものは本当にありませんか？そうだ、ご主人が引き出しに隠しているバストアップ体操の DVD、 あれはいりません。あら、ハルさんはどこ行ったの？忘れた。現在、いや、あの時は本当に鬼かと思いました。封印していた記憶を。